こんにちは。123の456を78で割った余りを求めてくださいっていう問題なんですが、これはまあもちろん合同式を使いますけども、で、まああと、フェルマーの小定理は知らなくてももちろん解けるんですが、知ってると、まあ見通しがいいかなということで、フェルマーの小定理を一応ちょっと証明、いつもやってる、まあ何回ももう証明してるんですけど、方法と、まあ今日はちょっと別な証明方法を紹介したいと思います。フェルマーの小定理って何なのかっていうと、まあ式で言うと、A の P 乗と、A が合同ですよ、モッド P でと。P は素数ですと。P が素数じゃないと成り立ちませんと。これは、A の P 乗を P で割った余り言うと、A を P で割った余りは等しいですよっていう意味で、で、これは移行すれば、A の P 乗引く A が P の倍数ですよと。で、A で括ってあげると、A カッコ A の P 引く1乗引く1。が P の倍数です。で、これは A が P の倍数の時はまあもちろん成り立ちますねと。で、A が P の倍数じゃない時はこっちが P の倍数になってますよと。こっち P の倍数じゃないんで。で、これ全体が P の倍数になるってことは A の P 引く1乗引く1が P の倍数です。特にA が P の倍数じゃないときの、この式だけを取り出して、フェルマーの小定理っていうこともあれば、もちろん、これをフェルマーの小定理。まあ、意味は同じです。で、まあ、じゃあ、これがなんで成り立つのかという話ですね。の証明、まあ、じゃあ、二通り紹介したいと思うんですけども、モッド P において、もう、モッド P において、P で割った余りっていうのは、割り切れなければ、1、2、3、4、P-1。これは別に P が素数じゃなくても、ある整数で、自然数で割った時の余りっていうのは割り切れなければ1から P-1 まで。これは別に P が素数じゃなくても話は同じと。で、じゃあこれを1から P-1 の数をかける A 倍しますと。ここでの A はこの条件。P の倍数じゃないという条件で A 倍しますと。A、2A、3A、A カッコ P-1 と。この時に、モッド P で考えた時に、この A、2A、3A、A カッコ P-1 っていうのは、どれが1で、どれが2で、どれが3かは分かんないけども、別にどれが1で2か3か分かんないけども、全部バラバラ、すなわち、この A から A カッコ P-1 っていうこの P-1 個の自然数は、モッド P で1から P-1 まで全部1個ずつ揃ってます。なんでと。いう話なんですが、なんでこれ全部バラバラなのかと。じゃあバラバラじゃない。バラバラを否定するのは少なくとも一組同じ P で割った余りが同じものがあると仮定すると、じゃあそれをじゃあ I と J を A 倍した IA と JA が一組、少なくとも一組の一組がモッド P で合同だと。そこで移行して整理すると、A カッコ I-J が P の倍数と。で、今ここで A っていうのは P の倍数じゃないよっていう条件だから、I-J が P の倍数。すなわち、I と J は P で割った余りが同じじゃないですよね。これ全部バラバラなんで。ってことは、これも1から P-1 まで全部バラバラだと。同じ組が存在しないんで。じゃあ、ということは、これ、この式をちょっと一旦掛け算しますと。全部掛け算します。そうすると、当然、P-1 の階乗。で、これも掛け算すると、A が P-1 個。と、今言ったように1から P-1 までバラバラなんで、P-1 の階乗と。ここまでの話も別に P が素数であることは関係ないです。P は別に素数じゃなくても、ここまでの話は成り立ってます。で、最後、P が素数じゃないといけないくなるのがここからで、すなわちこれとこれ今、合同ですと。ってことは、A の P-1 乗括弧 P-1 の階乗と、P-1 の階乗が合同で、移行すれば、P-1 の階乗でくくれて、A の
P-1-1 が P の倍数ですと。で、ここで P-1 の階乗は P と P の倍数、P の倍数じゃないですよね。というのは P が素数だから。P が素数じゃなくて12とかだったら、これ11の階乗と12で割り切れます。11以下に3とか4とか含まれてるから。でもこれが素数だったら、12以下の数の中に13を割る数はないですよね。なんでこう言えると。ということで、P が素数だったら、これは P の倍数に絶対ならないので、こっちが P の倍数になっているということで証明できましたというのが、まあ、何度も紹介した方法で、別の証明方法として、二項展開を使ったもの。今証明したいのが、A の P 乗と A が、モッド P で合同だというのを証明したいのに、数学的機能法と二項展開を合わせた方法で、A が1の時、1の P 乗と1は合同。これはもう明らかですと。じゃあ、数学的機能法でやりたいんで、A が、M の時、M の P 乗と M が、これが正しいと仮定します。これ仮定です。まだ仮定。A が1の時はこれ正しいですと。正しい。じゃあ、A が M 足す1の時、M 足す1の P 乗が、モッド P でどうなるかと。言ったときに、これまずとりあえず単に二項展開しますと。これ二項展開すると、M の P 乗と最後が1ですよね。それ最初、先に書いておくと。M の P 乗足す1と途中が、コンビネーション P1 の、M の P-1 乗と、P2 の M の P-2 乗っていう、この途中の部分は、コンビネーション P の K の M の P-K 乗かな。で、それを全部足すだから、これ、シグマこういうことですね。K イコール1から P-1 まで。0から P までにすると、これとこれも含まれちゃうんで。これは、K が0の時。コンビネーション00は、1なんで。と、あと、コンビネーション PP も1なんで、それがこの両端です。だそれを除いたこの真ん中部分はこれ。で、これは必ず P の倍数ですと。なんでというと、この式、このコンビネーションのところだけですね。コンビネーションのところっていうのは、コンビネーション PK っていうのは、P の階乗割る K の階乗、P-K の階乗ですよね。で、これって整数ですよね。場合の数なんで。二分の一通りとかないんで、整数。整数ってことはこれ約分されて、これ分母消えますと。で、分母約分するときに、これ P の階乗ってのは P カッコ P 引く1、P 引く2、3、2、1という中で、P がここでやっぱり素数なんで、素数だから、これ K も P 引く K も P 未満の数。P 未満の数で P を割る数はないですよね。約分できるはずないですよね。だからこの P は必ず残ると。ってことは、このすべての中で P は必ず残るってことは、この M 足す1の P 乗っていうのは、これと、あとは P の倍数ですと。ということは、これ、モッド P では、これは合同 M の P 乗足す1と。で、M の P 乗と M が正しいという仮定においては、M 足す1の P 乗は、これが M と等しいんだから、という仮定で M 足す1ということで、A が M 足す1の時でも成り立ちましたと。この式が。ということで、証明できたということで、フェルマーの小定理、証明できましたと。いう、まあ、フェルマーの小定理を、この問題知らなくても解けるんですけど、まあ、知ってると見通しがいいという話です。まずこの問題は、
1,2,3,4,5,6 を78、これ素数じゃないですから、そもそも。そもそも素数じゃないんで、フェルマーの小定義がいきなり使えるもんじゃないと。これ割り出すると、2×3×13、この13ですね。が素数。1,2,3,4,5,6 を、まだこれ合同式じゃないです。1,2,3,4,5,6 を78で割ったら、小が L で、余りが M と。で、まあ、この M を求めるのがこの問題の聞かれていること。で、今、1,2,3、連続数、3で割れますよね。3で割ると、3×41 かな。の456乗、456乗が、2,3,13L 足す M で、これ整数で等式が成り立ってるんで、左辺3の倍数、右辺も3の倍数じゃなきゃいけないってことは、ここに3が含まれてるんで、この M も3の倍数じゃなきゃいけないと。そしてこれ両辺3で割れますね。これ別にまだ今、合同式って割り算するときは気をつけなくちゃいけないんですけど、これ今まだ等式なんで別に3で割れますと。3で割って455乗かける41の456乗が 2×13L 足す 3N を3で割ったんで N と。じゃあここで、モッド13。まあこれでフェルマンの小定理知ってれば見通しが非常にいいと。もうフェルマンの小定理知ってるともうこれほぼ一瞬で N が出ちゃうという話ですけども、まあ知らなかったとしても、まあ出ますと。で、ここで、モッド13では、3を、何とか乗、455乗するんですけど、まあ当然、13で割った余りなんで12種類しかないんで、まあ、フェルマンの小定理知らなくても循環するだろうと、何個かでと。で、フェルマンの小定理知っていれば、12個で、A の12乗が、1なんで、モッド13だったら、12個で循環する。12個で循環するっていうのは、2個とか3個とか4個とか6個で循環しちゃう数もあるわけですよ。この数によっては。で、特に3なんかは、1乗は3で、3の2乗は9で、3の3乗は27っていうのは、モッド13だったら、1ですよね。26引いていいんで。だから要するに3個で循環しちゃうと。12個で、もちろん12個ですぐ循環するってもうやっちゃっても出ますけど、3個で循環する。ってことは、モッド13において、3の455乗。455っていうのは、3で割った余りは、これはもう、9消えて5だから、2ですよね。ここ見るだけでいいと。ここ9なんで。ってことは、455乗するってことは、3乗を何回もやって、余り2だから、9と。なんで、これは、モッド13では、9かける。で、ここで、これなんかが特にフェルマンの小定理してるともう一瞬。456。連続算数だから3の倍数かつ、下2桁、8、7、56、4の倍数。ってことはこれ、12の倍数なんで、12の倍数なんでもう、モッド13ではもう1って分かっちゃうと。まあ知らなかったとしたら、まあ地道に41はモッド13で2ですか。39。では2の1乗。で、実は2の場合は、12乗目いっぱいやらないと1になってくれないんですけど、まあそれでも6乗までやって、3乗で8、4乗で16は3、で2の5乗が、3、2が6、で2の6乗で、ん?いいな、で3、2が6で、6に12は、マイナス1。だったら、12乗すれば、1になるねっていうふうに、まあ、知らなくても、まあ、12乗で1、気づけるんですけど、まあ、知ってれば一瞬と。ということで、モッド13で41の456乗は1ですと。で、当然、モッド13ってこれ0ですと。ということで、N は9。N が9なんで、求めたい余り、M は9の3倍で27ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。
で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。